アタゴカ通り、アタゴカ通りは、仙台市都心部を南北に縦貫する道路の一つ。北端を昭和町交差点とし、上杉地区及び JR 仙台駅前を経由して、アタ大橋南詰を南端とする。ほとんどの区間が青葉区内であるが、アタ大橋南詰周辺は大白区である。昭和町交差点では、 泉中央副都心に至る宮城県道22号、仙台線線、旧国道4号と接続し、あたごおはしでは長町副都心方面に至る広瀬下半通りと接続するため、南北の両副都心と都心部とをつなぐ、道の一翼を担っている。高度経済成長後の1970年代、仙台市では、大正時代以来の仙台市電に合わせた町づくりから、 モータリゼーションに合わせた街づくりに変化させ、市電を廃止する一方で、市内各所で道路の新設、広もを行った。道路整備が一段落した1980年代初頭には、幸福院化されたおののの道に相性をつけることになり、上杉山通、東、五番町、清水工事などが拡幅されて一本の道となった、東道は、愛上杉通りと命名された。仙台城下町では、 通りは、に通じる道、沿道にがある道という意味であるが、当道は、その南端で、仙台総鎮守、あたご神社に通じ、その北部沿道では住居表示の実施で、上杉と命名された街区を貫いている。あた上杉通との命名後も、旧町名や街路名として、江戸時代から使用されてきた各構成道路の名称は、残り、今でも、上杉山通と東五番町は、 頻繁に使われている。その一方で、清水工事は一部が国道286号となったため、道路名としてはあまり使われなくなり、日吉町は存在すら忘れられた。東道は複雑な経緯で作られたため、かつての各外路の区間とは異なるのに、停前寺ラ2、国道45号との交差部である、西木町公園前を境にして、北側を上杉山2、 南側を東五番町と認識している市民が見られる。また、仙台市道青葉線1 5 3号、あたごかみすぎ通り1号線の区間である中央2丁目、交差点、広瀬通と交差から昭和町交差点までは、一丁並木が整備されているが、このうち、中央2丁目交差点から西木町公園までの坂は、銀南坂との異名で呼ばれるようになった。 1987年、昭和62年、仙台市地下鉄南北線工事の路面復旧及び、同線開業に合わせて、東、五番町を中心に、仙台駅、西口周辺には、英国製ガス島、一部の柱頂部には、ミニチュアの伊達政宗騎馬像が、口が114基設置されたため、東五番町の仙台駅前付近には、ガス島のある町五番街という愛称が付けられた。 このように、正式な道路名や、愛称の他に、様々な故障を持つのが東道の特徴である。東道は、北端の昭和町交差点から北4番、低通との接続部までの区間が片側2車線、北4番町から、東2番、低通との接続部、仙台市立病院前交差点までの区間が片側、3車線、市立病院前から、 アタゴ橋、北詰までの区間が、南行きが4車線、北行きが6車線。これより、南のアタゴ橋は、朝のラッシュアワーが、北行き4車線と南行き2車線。それ以外の時間帯が片側3車線ずつの、リバーシブルレーンとなっていたが、時代の流れによる交通変化を受けて、2016年3月21日を、もって、上下線ともに、片側3車線通行に固定され、 廃止となった。途中、勝山公園近くの北六番、定通と北五番町通り間の区間に、かつて上杉山通が一車線の一方、通行時代からあった樹木を中央分離帯に残した、ため、上下線とも蛇行する形になっている。なお、東道の一部を構成する、清水工事は、標準語、共通語では、清水工事と読むが、仙台弁では、静工事、 鈴光寺と読む、仙台弁仙台弁の地名、小有名寺参照。あたご上杉通りは以下の道路の総称である。なお、あたご上杉通が広瀬通と交差する中央二丁目交差点で、仙台市道は南北に分割されて管理されており、同交差点を両者の起点としている。現在のあた上杉通りは、江戸時代の仙台城下町では一本の道として、 存在しておらず、いくつかに分かれていた。それは、仙台が、広瀬川の貸し団球場に作られたことと、関係している。後に、あたこ上杉通となる道は、仙台上町団球面には上杉山通、南北道が北7番、定通から北一番町通りまであり、団球外科の仙台中町団球面には、元寺工事と定次郎を形成して、日吉町、 福の字に屈曲る道があり、やや筋違いに、東五番町通り、北西から南東に伸びる道が続き、陸道の辻で筋違いに、清水工事、南北道が、さらに接続して、欧州街道を通す荒町、東西道まで続いていた。荒町より南には、段丘崖があって、仙台した町段丘面の土とい、東西道につながる道はなかった。上杉山通では、 城下町としての町割りは、北七番町までであったが、北六番町通りを、四谷用水が流れていることもあって、おおむね北六位北は、大玄段宮のふもとまで農地が広がり、細い在京道があるのみだった。また、上町と中町の両段宮の間の段宮岳にゆえ、杉山通と日吉町との間をつなぐ道はなく、中町と下町の両段宮の間の段宮岳に、清水工事と、 広瀬川下半をつなぐ道もなかった。1887年、明治20年12月15日に、仙台区、原仙台市には、日本鉄道本線、原 JR 東北本線が開通するが、同線が通過する陸道の辻ではこの時、辻違いだった東五番町と、清水工事が直接つなげられ、久野あ状に一本の道となった。1923年、 大正12年には、宮城市半学校が、1925年、大正14年には、旧制、第二高等学校が、当時も、まだ農地だった上杉山通沿いの北六番町より、北側に、相次いで移転した。これにより、北八番町あたりまで上杉山通は主街化された。1931年、昭和6年4月仙台市が、宮城郡七北田村荒巻、 北仙台地区など及び北根を編入合併。これにより、七北田村内だった現在の東道北端部分も仙台市内になる。仙台市電が1926年、大正15年に開通するが、この時は長町線が荒町までの開通で止まった。その後、1933年、昭和8年に清水工事の南端から、 段球外科の下町段球面に降りる振動とともに、荒れ町あたご橋間の自然が開通する。第二次世界大戦中の1945年、昭和20年7月10日、仙台市街地、おおよその現在の仙台市都心部は、仙台空襲により、焦土と化すが、戦後に特別都市計画法に基づいて、戦災復興都市計画が作られ、1946年、 昭和21年5月に仙台特別都市計画復興土地区画整理事業の区域423.5ヘクタールが決定1947年昭和22年2月より潜災復興土地区画整理事業が施行された。この時、東五番町を拡幅の上で日吉帝を取り込んで北に延長し、段急崖に振動を建設して、 上杉山道の南端に接続する道が作られ、また、元寺工事の南側に、東西道の広瀬通が作られた。1970年代半ばになると、五橋通が南端だった東2番、丁通が南に延伸されて、清水工事と接続し、清水工事の南側に続く道と広瀬川の対岸に、新設された、広瀬河畔通りとの間をつなぐ阿多大橋も、完成する位置。 仙台市電が廃止された。また、広瀬2から、泉市、現、仙台市泉区の旧七北宿あたりまで続く、都市計画道路3.3、28、元寺工事七北線が計画され、1979年、昭和54年10月15日に上杉山2、北行き一方通行を拡幅する形で、北一番町から、仙山線ガード、 昭和町交差点までの1196メートルの区間が共用開始された1985年昭和60年12月は仙山線ガードから泉市役所までの区間が共用開始。このような道路整備によって一本の道となった昭和町交差点からあたご大橋南詰までの区間は1980年代初頭に愛称が募集され、 アタこウエスと命名された。仙台城下町では、通りは、に通じる道、沿道にがある道という意味であるが、当道は、その南端で、仙台総鎮守、アタこ神社に通じ、その北部沿道では1970年、昭和45年から始まる住居表示で新規に命名された、神杉という外区を貫いている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。